こんにちは、みなみです。はい、今日はですね、2020年買ってよかったものベスト10を紹介していきたいと思います。ベスト10って言っても順位が決めれなかったので、順位なしで10個紹介していきたいと思います。それではスタート。振り返りながらいろいろ選んだんですけど、もう買ったものがたくさんあって決めにくかったというか、全部本当に良かったので、その中から厳選して選びました。結構思い出深いものとかもあったりしますね。それでは10個紹介していきます。じゃあまずですね、こちらです。じゃじゃん。こちらエモダさんのハイヒールのブーツなんですけど、これは本当に去年の冬とかに買ったんですけど、もうそっからずっと使ってて、身長も盛れるしスタイルもよく見えるってことで、すごい使ってきたんですけど、黒で合わせやすいし本当にお世話になりました。ちょっと靴ずれしちゃったこととかもあったんですけど、まあ我慢して履いたり、すごい思い出深い靴でした。これは超富士急のために買ったんですけど、そっからずっと履いてます。今年もよろしくお願いします。次はですね、これかな、じゃん。こちら私の動画に結構な回数で出演してたモバイルバッテリーです。これはね、モバイルバッテリーなんだけど、ここをコンセントに挿したらこれごと充電されるんですよ、このモバイルバッテリー自体が。でここから線を挿してスマホに充電することもできるし、ここをこうやってね、モバイルバッテリーっていう使うこともできるんですけど、モバイルバッテリーとしても使えるし、こう普通に挿してコンセントみたいな感じでこう使うこともできます。これ本当におすすめ。なんかパパがネットで買っててくれたんですけど、ネーネも使ってますね。これ今の充電は全部あります。次こちらです。 P のプレミアムタッチ浸透美容液ヘアマスク、ヘアトリートメントですね。これはもう本当に TikTok とか YouTube とかめっちゃ話題になりましたね。これドンキで何回か買って、もうこれ3個目とか4個目とかそんぐらいですね。もうみんな使ってます。本当にねツルツルになるし、これ使った日は洗い流さないトリートメントつけなくてもサラサラだったりするので、本当にいいと思います。私のクラスの女子はもうほぼみんな使ってるかなっていうぐらい使ってる方多いと思うんですけど、良きですね本当に。でしかもプチプラなので、ドンキとかで買ったらすごい安く買えます。次またヘア系なんですけど、じゃじゃん、ザ・プロダクトヘアワックス。これもね本当にもうずっと使ってて半分以上減りました。美容師さんとかが使ってるのを見てたので欲しいなって思って買ったんですけど、固めなんですよ、めっちゃ結構固めだけど、これを手に伸ばして髪の毛とか前髪とかにつけたりすると結構いい感じになるし、いい匂いにもなるのでよく使ってます。それでは次、5個目はこちら。これはもう最近ですね、最近買った D アップアロマトリートメントキューティクルオイル爪化粧料。これはネイルオイルですね。本当にこれおすすめ。ねえね、もう違う匂いのやつをこの間買ってました。この間質問コーナーでも説明したように、寝る前にここの爪に塗って爪のケアしてます。いい匂い、これおすすめです。次はですね、こちらビューラーですね。マックのビューラーです。これはママが自分用に買ってて、それですごい良かったんですよ。だから私の分も買ってきてくれました。前まで資生堂のビューラーを使ってたんですけど、目のカーブとかは個人差があると思うので、私は資生堂のカーブよりこちらのマックのビューラーのカーブの方が目に合ってたので、こっちの方が合ってるかなっていう感じですね。でも資生堂のやつも結構上がる。あれはねもうずっと使ってました。これもおすすめ。しかも黒でかっこいいよね。ではこちらです。なんか髪の毛系多いね。こちらはですね、ママが買ってきてくれたんですけど、このちっちゃいアイロン、なんか伊藤ちゃんの小さいこのぐらいのアイロンを借りてめっちゃ巻きやすいっていうのと、あと前髪に使いやすいっていうのがあって、ママに欲しいって言ってたんですよ。でも私そのこと忘れてて、そして学校から帰ってきたらママがこれをプレゼントみたいな感じで買ってきてくれたんですよ。でそっから前髪がもう巻きやすすぎて、
あと触覚とかも細かいところとか結構できるので、これよく使ってます。温度調節がサロニアみたいに数字は出ないんですけど、ちゃんと温度調整ができます。青だと一番低くて黄色が中ぐらいで、赤が一番高い。私はいつも青か黄色でやってます。これどこのって聞いたら、なんか電気屋さんで適当に買ってきたなんか2000円くらいのアイロンって言ってました。多分これを調べたら出てくるかなって思います。コードも結構長めだし、持ち運び用とかにも便利です。次はですね、こちら、はい、動画にしましたメガネでございます。このメガネはもう買ってからほぼずっと使ってますね。もうね、世界が変わるこれちょっと黄色がかってるんですけど、眩しいところがなんかちょっと目に優しく見やすくなってるようなレンズになってるんですよ。だからこれをつけているとなんかちょっと目が疲れない、疲れにくいっていう感じがするので、お家ではほぼずっとつけてるし、遠くの人の顔の表情がよく見えます。そんなにめっちゃ目が悪いってわけではないんですけど、かけてます。このメガネが出来上がるまでに時間かかるじゃないですか。だからその間ちょっとお店をうろちょろしてて、このメガネができるまで。そしたらメガネを買った女の子が、あー世界が変わったみたいって言ってて、私ちょっと正直大げさだなって、でも可愛いなって思ってたんですよ。で、私メガネできるじゃないですか。でかけてみて、こうどうですかみたいな感じで店員さんが言ってくれるんですよ。そしたら本当に世界が変わったっていう、だから女の子の言う通り、もうそのまま、言葉のそのまま世界が変わったっていう、マジリアクションを取りました。それ次、私が今座っているこの子です。お花の座布団です。この子もちょっとだけエピソードがあって、このねカーペットが薄くて痛いんですよ。痛いから座布団かリクライニングができる椅子が欲しいなって思ってたんですけど、あれね、骨が出てきちゃうと痛いっていうのが昔パパが使ってたので分かったんですよ。だから普通の座布団が欲しいなって思ってて、でこの子見つけて、もうこの子しかいないと、もうすごい探したんですよ、お部屋の模様替えするときに。アマゾンでこの子だけ届くのがすごく遅かったんですよ。海外から発送されてくるものだったので、でも絶対にこれが欲しくて、届くのがどれだけ遅くてもこの子が良かったので、この子ね、でも本当に可愛いの、見てこれ、可愛くない？ブラウン系のお部屋なんですけど、ブラウンとかの色がなくて、グレーでいいかって感じでグレーにしたんですよ。これのアイボリーとかがあったら可愛かったなって思ったんですけど、もしかしたらあったのかな、リキレとか。でももうどうしても欲しかったんで、グレーでいいやって感じで頼んだらちょっと浮いちゃいました。でも本当にこれお気に入りです。はい、ラストです。ラストはですね、私の上にある、いきます、じゃーん、このライトですね。これはお部屋の模様替えの時に新しくつけたライトなんですけど、本当にね、これは映えるし、このテンションが上がるっていうかのもあって、もう最高ですね。でね、見てて、ね、これこうやってね、なるの可愛くない？私はいつもこれですね。こんな感じで10個紹介しました。本当にね、選ぶのがね大変だった。今着てる服だってそうだし、至るものが全部お気に入りなので、すごく決めるのが難しかったです。何かが欲しいっていう目的があって下調べしてから買いに行ったりするので、使わなそうだなっていうのは買わないし、その場で決めて買うっていうのがないので、本当に全部お気に入りです。そしてファンの方にいただいたものもたくさん使わせてもらってます。全部お気に入りです。でも今回は誕生日プレゼントとかは言えないで今日は紹介しました。ぜひみんなも2020年買ってよかったものとかあったらコメント欄によろしくお願いします。そこからちょっと私気になったものとかあったら買いに行きます。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。バイバイしたとこで一個いいですか？はい、あれが入ってなかったからちょっとアイス、じゃああれさ、食べちゃったからさ、どうしようかなと思って究極このライトにしたんですけど。なるほど。ちょっとその画像を見せてよ、ガーナのさ。そう、めっちゃ美味しいんですよ、これ。この上がアーモンドとチョコで、下がクッキーサンドみたいな感じで2種類楽しめるんですよ。それが1個になってるアイスで、1箱4つ入ってて、まあ丸いか私ねえねえで食べてます。パパ食べないかな、おすすめ。
菌がなかったから入れなかったの。そう、食べちゃったの。一昨日ぐらいはやったけどね。なんかあっという間だったね。2020年。急に黄昏れて。自粛期間が長かったからかな。それはそう。うん、でも夏休みは短かった。そうだね。バイバーイ。